はい、今日でライと出会って1年、明日でライがお家に来て1年になります。ということで、ということでライパパがプレゼントを買ってくれました。お？で、買ってきたおもちゃがどれ？こちら。ライはすぐおもちゃを壊すので、壊れにくそうなおもちゃを買ってきました。さて、ライちゃんはどんな反応するでしょう？おもちゃよりもカメラの方が気になる。気になる？カメラ気になる？ライ、ライ早くしろと待ってるよ。何やて？うん、お、発射カメラか。あ、カメラ待って。え、わかった、これ一人占め時間だ。そうね、激しい激しい激しいズジャーって言ってるよ。どう、ライちゃん？ライちゃん、いいじゃん、これいいね。よかったね、パパに買ってもらったの。こわっ、ふわ、鼻息がすごい。もうおもちゃだって認識してるね、ちゃんと。うん、それ引っ張り合ったらちぎれない、大丈夫？ね、引っ張り合いたいわけではないんだけど、私はライが引っ張り合いたいみたい。歯が引っかかるから、ね。すげえ走ってるよこれ。映ってる？映ってない？うわっつった。これあれだね。大きさがさ、2種類3種類くらいあったけどさ、うん、ちょうどよかったね。中くらい。そう、大きいやつ、一番大きいやつだっけこれ。それ違う。4つあ。これはもうべっちゃべちゃなんですけど。変なくしゃみ。ヒヤ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 。なんだっけ、サイズが4つあって、うん、これちっちゃい方が2番目かな、確か。これボコボコに歯が引っかかるからさ、持ちやすくていいね。うん、あのオレンジボールはさ、向きがさ、決まってないと噛めないから。お、一人で遊んでおります。おお、激しい。あの顔見た。このオレンジボールはこの向きじゃないと歯に引っかかんないんだよね。こうやってね、こっちだとつるんってなっちゃって。そうそう、これの方がだから全方位噛める。うん、めっちゃお気に入りじゃん。よかったじゃん。もう甘えん坊ちゃんしてる。何、一人モード？一人で遊ぶのさ、あ、すっげえ、この網の隙間から見えるこの、ちょっと待って、それちょっとロックオンして。身の隙間から見える、これ足を使っちゃってるよ。後ろ足も使ってる。猫だよ、ほんと。なに？そこさ、穴ぼこないとこだよ、ライちゃん。ふひ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 。ほんとに。ほんとに手が使うのがうまいな。ドリブルしてる。はい、いいじゃん。いいじゃん。ちょっと絶対にちゃ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 音入ってる。マイクを、マイクが濡れてるよ。大興奮じゃん。よかったね、ライちゃん。これにしてよかったね。もう一個の悩んだよね。踏みつけ、引っ張る、引っ張るやつじゃない。壊れちゃう、壊れちゃう、壊れちゃう、壊れちゃうよ。ひっくり返っちゃってる。どういう状況？絶対俺にはこんな姿見せないよ。本当？確かに。見えない。私と遊ぶとき大体こうやって遊んでるよ。俺があると、うん、バラ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 っつって。なーちゃんよかったね。で、ちなみに夜はケーキを準備してあります。うい。じゃあそれはまた別の動画かな。はい。じゃあ。うちの子、出会って記念日でした。バイバーイ。